吉田拓郎のリンゴ。少し大きく切ってやる。そして二人で仲良くかじる。こんなことはなかった。少し前までは椅子汚れた喫茶店のバネの壊れた椅子で長い話に相づき打って、そしていつも右と左と分かれて、このリンゴは昨日二人で買ったもの。僕の方がお金を出してお釣りは君がもらって、こんなことはなかった。少し前まではコーヒーカップはいつだって二つ運ばれてきて、向こうとこちらにウェイトレスはさりげなくカップを開けて、二つ目のリンゴの顔を君が向く。僕の方がうまく向けるの君はよく知ってるけど、リンゴを強くかじる。甘い汁が唇を濡らす。左の頬を君はふくんと膨らませて、欲張って頬張るとほらほら話せなくなっちまうだろう。